名古屋高校もできたという西田。さあ今日のゲームを振り返りましょう。さあこれは先発企業を捉える初回です。ランナー三塁に置いて松井和夫右中間タイムリースリーベースヒット。楽天が1点を先制します。さらに続く4番ガルシアもレフト前ヒット。このあたりボール高く浮いてましたね。ストライクボールもはっきりしすぎてますよね。その後ツーアウト満塁というチャンスはあったんですが、しかしここは島が見逃し三振。さあ2点の先制点をもらった原島の立ち上がり、まずは先頭バッターの川端をセンターフライ。ツーアウトの後スケールズは見逃しの三振と、こちらは上々の立ち上がりです。2回からは佐藤がマウンドに上がって、これ3回のピッチング。先頭バッターの銀次、さらにはフェルナンデスはスライダー、そして牧田はまっすぐで空振りの三振と、この佐藤は今日いいピッチング見せましたね。いいキレしてました ね。さあ3回のバファローズは満塁のチャンスを作って、バッター2番の島田しぶとくセンター前に持っていきます。ランナー2人が帰って、これで2対2の同点、バファローズが追いつきます。さらにワンアウト満塁のチャンス、イデホはスリーボールまで行ってスリーワンからの5球目打ち上げてセカンドへのインフィールドフライ、これでツーアウト。続く5番の T 岡田も空振り三振と、ここ一つポイントでした ね。ポイントです ね。そして5回です。2、3点取らんと、さあこの頃ショートの島田がエラー、ランナー三塁一塁、その後銀次がライトへきっちり打ち上げて犠牲フライ3点目。ここでイーグルスが勝ち越しに成功です。さあ6回のバファローズワンアウトランナー二塁一塁、ピッチャー金島、バッター後藤という場面で、ここは金島踏ん張って後藤三振に打ち取ります。まあ、ここで金島マウンドに、マウンドから降りてマウンド上小山、代打は小島なんですが力勝負スイングアウトの三振、バファローズチャンスを生かせません。7回のイーグルスワンアウトランナー三塁一塁でガルシアがレフトへ、これ高く入ってしまいましたね。外の内側のバッターに外の高め、高めですね。犠牲フライ4点目。そして8回の表島のこの打球をショートの島田が一塁へ持ち直した後の悪送球、記録はエラー、藤沢がセンター前に運ぶ、これで満塁。そして西田は西川から押し出しのデッドボール、これがプロ初打点、これで5点目。さらに松井がライトオーバーのタイムリーツーベース、ランナー2人が帰ってきます。これで7対2、まあ、ほぼこれで勝負あったというね場面でもありました。そして9回です。満塁と青山を攻めてバッター島田という場面、しかしスライダーバットが回ります。これで2アウト。続くスケールズもフォークボールを空振り三振で、結局7対2イーグルスがバファローズを下しています。この放送はこの後午後9時50分までお伝えしてまいります。